どうもしゅんです。こんにちは。今回はウェブ面接企画ということで、実際の就活生と南さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南です。じゃあ就活生の方、簡単に自己紹介の方お願いします。はい、東北大学経済学部経済学科3年の安田優斗と申します。本日はよろしくお願いします。では面接の方よろしくお願いします。はい、では化学工業の南と申します。よろしくお願いします。お願いします。1分間程度で自己紹介をお願いします。東北大学経済学部経済学科3年の吉田優斗と申します。高校からアーチェリーって結構珍しい競技を始めまして、大学でもそちらを継続してやっております。また高校と大学でも、その部活動で主将の方を務めておりました。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。短い学生時代頑張ったことについて深く教えていただけますか。大学の方のアーチェリー部ではですね、主に自分が主導しまして部内の意識改革というところを行いました。まず部内のモチベーションであったりやる気っていうところがすごく自分が就任した時点で下がっているなっていうものを感じまして、自分がしなきゃいけないなっていうふうに考えたものが3つありまして、目標と自主性と確認っていうところの3つを考えながら部内の改革っていうものを行ってきました。目標っていうものは7大戦っていう大会があるんですけども、そちらの大会で優勝するっていう目標を明確に定めたということが、元々何位だったんですか。前回は全部で7つ学校がある中で5位っていう。1年生2年生の頃は何位だったんですか。1年生の頃は2位でして、2年生の頃は5位です。じゃあその5位に落ち込んだ最もクリティカルな原因なんだと思います。実力不足っていうところが、正直なところなんですけども、まず目標もなく自主的にやっているぞみたいな、そういう気持ちがなかったことが原因でそういう結果になってしまっているんじゃないかなっていうふうに自分は考えたので、そういうところを。部員は何人ぐらいいる組織なんですか。全部で大体30人ぐらい。今後安定してアーチリーグが成果を残す上で何かこう仕組み化するとしたら、どういう仕組みを作った方がいいと思いますか。これは実際に取り組んだことなんですけども、大学のアーチリーグにはいつもいるっていう指導者の方がいなくて、大学からアーチリーグを始める人が多い中で、こういうミスをしてしまったと、こういう理由でなかなか点数が上がらないっていう風になってしまった時に、それを一体どうやって直していけばいいのかっていう、そのノウハウみたいなものが蓄積されてないなっていう風に自分は考えて、経験者の方に、そういうものを聞いてまとめて、LINE でみんなに配布したりだとか、ノートと一緒に部室に置いておくことで、新しく入ってくる部員たちがどんどん書き込んでいって、もっと蓄積できるようなそういうデータ化っていうものを行いました。それって他の大学に知られちゃいけないようなすごい重要な情報が書いてあるんですか。いや、そんなことはなくて、大学から始めてしっかりした指導を受けたことがない人たちにとっては、技術力の向上っていうのはすごく貢献できたかなっていうふうに。だとしたら普通にそのノウハウとかを YouTube で動画で公開して、そもそもアーチェリー業界全体を盛り上げるような活動とか、そういう視点を持った方がなんかより魅力的な人間に思うと思うんですけど、そういう公開とかは知っていかない感じなんですか。あくまで部内の競技力の向上っていうことを目的にやっていたので、他の大学の人と共有しようっていう取り組みは正直していなかった。今後もやりたいと思わない。あまり。そうですね。化学工業を志望した理由を教えてください。まず最初に軸として考えているのが、ものづくりの根幹に携わりたいというところで、ものづくりっていうものは、自分が本当に小さい頃からプラレールであったりレゴだったりっていうおもちゃがあると思うんですけども、そういうものを使って遊ぶというよりかは組み立てて遊ぶっていうところの方に自分は興味があったし、そういうことがすごく楽しかったというところで、まずものづくりっていうところに携わりたい。根っこの部分っていうところに関わりたいっていうふうに考えている理由としては、こういう製品を作りたいっていうものを実現させるためには、技術であったり科学であったり、素材であったりっていうものが、本当に必要だなっていうことを実感して、よりそういうところに深く関われるという意味で、まず B2B のメーカーの方を志望させていただいております。 B2B のメーカーを志望するって結構珍しいと思うんですけど、きっかけとかって何だったんですか。とある化学メーカーさんにインターンシップ参加させていただいたときに、素材を使って、世の中の製品の可能性を広げていけるみたいな、すごく自分の中で楽しかったので、B2B メーカーすごく面白いなと思って、自分はここが合ってるんじゃないかなというふうに考えます。B2B メーカーを志望してるというよりも、そのインターンシップがきっかけで、うちの会社1社だけを志望してるっていうイメージですか。他にもいろんな企業様を。ちなみにメーカー以外って見てますか。あんまりメーカー以外は見ていなくて、そのメーカーの中でも、例えば化学メーカーであったり、あと今少し見させていただけるのが重工メーカーさんで、完成品を作るっていうイメージがすごく強いと思うんですけども、その完成品を作る中で、サプライチェーンそのものを作ることができるっていうところに自分は少し魅力を感じていまして、今少し重工メーカーさんも見させて、実際に入社してから何の業務を担当したいですか。特にこの業務をすごくやりたいっていうものは決まっていないんですけども、すごく興味があるなって
っていう思っているのは営業の業務でして、 B2B のメーカーさんっていうのは課題解決型みたいな営業ができると考えていまして、相手に押し付けるだけじゃなくて相手からももらいながら、なおかつ自分たちもこういうことができます、で一緒に作り上げていきましょうっていう、そういう営業ができるのが、まあ、B2B メーカーならではの一つの魅力ではないかなっていうふうに考えているので、いろんな組織をまとめてきたりだとか人と人をつなげてきたっていう経験から営業の方に今やってみたいなという思いです。お客さんの悩みを聞いて提案してっていうサイクルって別に 2B だろうと 2C だろうと同じだと思うんですけど、 2C もちゃんと見てるのかなっていう思いがあって、見た上でそれを判断してます。 2C を正直しっかりは見ていないんですけども、 2C の説明会の方に行ったりだとか社員さんとお話しする機会があった時に、 B2B のメーカーっていうものはこういうところが強みだし、こういうのが面白いよねっていうふうに社員の方がおっしゃっていたのをそのまま受け入れてしまった。盗むのはいいことなので、もっといろんな人から聞いて盗んだ方がいいと思います。ちなみに社員訪問なんですけど、全企業で今まで何人ぐらいと会ってます？3名ぐらい。いろんな業界、それとも一社？全部バラバラの企業。ってことは弊社もまだ1人ぐらいしか会ってないってことですか？お会いしたのはインターンシップの中に座談会みたいなところがありまして、6名ほどの社員の方とお話しさせていただいて。なるほど。その人たちともっと深くいろいろ話を聞き出した方がいいと思っていて、それってできないんですか？やっていないのが現状です。コロナの影響で大学の OB 名簿みたいなものを見るところがちょっと使えなくなってしまっていて、ちょっと OB 訪問できないなっていうふうに思っていたのと、去年ぐらいまでで別に OB 訪問しなくていいんじゃねっていう思いが自分の中でちょっとあったんです。でも、まあ、就職活動していくうちに OB 訪問必要だなっていうふうに思いまして、Facebook の検索欄にその社員の方の名前を打ち込んで、今ちょっと探しているっていう段階で。いました、実際。いました。連絡を取ろうかどうか、うじうじしてたってことですか？見つけたのが昨日の深夜だったので、ちょっと深夜にご連絡はちょっとできないなと思って、バランスでやってます。じゃあ今日やってください。ということでですね、面接が終了したということで、宮野さんの方から判定の方をお願いします。でる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 、三角です。っていうのも、もちろん苦労して何十人も率いてっていうのは伝わってきたんで、それはまるですと。本当は下時の方で、社員と時間を取って会おうとしない、本当に愛があるのかっていうのがすごく疑問で、口だけ第一志望だったなっていう感じはした。ので、人事からすると内定蹴られるんじゃないかなみたいな。クラスの優等生ってなって、ゼロから何かねじ開けてぶっ壊していくみたいな要素はないなって思った。さっきのそのアーチェリー部の YouTube の話でも、部内で留めておく特筆事項でもないんだったら、絶対公開した方がいいじゃん。っていうので、なんかちょっとまとまっちゃってんなっていうのは、そこの瞬間からもう印象があって、でなおかつ、そのあんま人とも会ってないっていうので、まとまっちゃってるなっていう感じです。就職活動は受かると思うし、それプラス熱量みたいなのがあったら、無双できるんですね。そうじゃあもっと何か自分の熱量がありましたっていう経験を面接の中なりエントリーシート内で自分から発信できると、なるほど。だからシンプルに取り繕うというよりもシンプルに人と会うっていうのは別にオンラインでもよくて、その部活に関しても仕組み化作りに情熱を注ぐとかした方がいいかなと思って。わかりました。はい、これから就職活動が多分本格化すると思うので、ぜひ今回模擬面接の経験を生かしていただいて、泣いて出たら報告していただけたらなって思います。ということで、貴重なお時間もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。